どうも、アパアパゲームズの J です。今回も弓装備紹介をします。それでね、今背負ってるものを見ていただければ分かる通り、これね、馬なんですよ。馬で合ってるかな、ペガサスかな。こちらの弓を使います。では装備確認。アルナスダオラ、まあ、クシャ弓ですね。このクシャ弓がね、アブデ 3.0 によってね、強化されたんでね、こちらを使っていきます。で、頭に羽飾り、胴にバイクエスメール、腕にヤツカダアーム、腰にクロムメタルコイル、足にインゴットエスクリーブ、お守りは体術に地質学1で、スロットの空きにレベル3、レベル2空きになっております。使っている装飾品は弓に氷結種、頭はスロなし、胸に貫通種、攻撃種、氷結種、腕に長身種、クロムメタルコイルに貫通種、攻撃種、装填種、インゴットエスグリーブに装填種、お守りに貫通種、長身種という構成になっています。これにより発動するスキルはこのようになっています。攻撃4、体術4、貫通弾、貫通矢強化レベル3、見切り2、障害心2、氷属性強化レベル2、装填速度レベル2、弓溜め段階レベル1、スタミナ急速回復レベル1、地質学レベル1という構成になっています。でね、これ結構強いと思うんだけど、今回の一番の魅力、伝えたいポイントは、まあ、前回アプデ 2.0 の時にクシャ弓を紹介した時と同じで、こちらのね、百竜スキルが強いんですよ。この読み方は分かんないんですけど、鋼竜、まあ、クシャの魂ってことにしておきましょう。クシャルダウラの魂で、攻撃をモンスターに当て続けることで段階的に回心率が上昇するというものになっていて、これは何かというと、まあ、当て続ければ回心が上がるんですよ。一応上限があって3回か5回ぐらいかな、それがマックスで当て続けていると回心が上がるっていうものになっています。ではね、ちょっと試してみましょう。で、1回ね、猫には待っててもらって、で、現在回心率が 25% なんですよ。で、弓を当てるとここで光るんですよ。光ってから多分溜まってて、まあ、こんぐらい打ってからステータスを見ると55に上がってるんですよ。30上がるってことですね。え、強くないか。それで、その55プラス、このうちんちの猫が会心の笛か分かんないけどやってくれて30ぐらい上がるんだよね。そうするともう 85% ぐらいの会心率でダメージを出すことができて、それと組み合わせるために超会心を持った会心特化型貫通弓になっています。じゃあね、威力確認していきましょうか。俺的にはね、結構出ると思うんだよね。ちょっと実戦っぽく弓掛けしてからね。123だって、強くないか。会心が乗った時の123、いやこれ破格やろ。160出ちゃったよ、睨み撃ち。マジやばいね。入れ替え技は豪射矢切り睨み撃ちという構成かな。このね、会心特化型氷貫通弓でね、倒しに行くのはディアブロスなんですけど、まあ今更なんでディアブロスかと思う人もいると思うんだけど、このアプデ 2.0 の時に紹介した時、ディアブロスを狩りに行ったんで、それと比較になるかなと思って、強化されたこの弓でディアブロスを倒しに行きます。よし、それで行っていきましょう。会心特化型この氷貫通弓で挑むのはディアブロスでございます。そしてね、実戦パートまで見ていただきありがとうございます。私はうまいわけではありませんが、このクシャ弓の良さを引き出せればいいかなと思ってます。いやー、どうだろうね、うまくいけっかな。この方向、オッケー、奇跡ですね。
これ苦手なんですけど。やべえ、もう一発来た。いや攻撃力出てるんじゃない？80って。ひるみまくりやん。やべ、欲張ったわ。調子乗った。すぐ J のさ悪いとこ出るんだからって今ねサボが言ってんの聞こえたりした。どこ行ったどこ行ったどこ行った。いや危の、出るとき出るって言ってほしいよね。うん、あれ三河仕上げで成功したんだと思ったんだけど、やっぱ強いね。結構苦手な人いいんじゃないの、ディアブロス。今雑魚にやられたけど、俺も苦手な人の一人でさ、ディアブロスはこうやって尻尾攻撃、セカンド G が苦手で困ってた時にね、この弓とのね出会いがありましたんで。よし、攻撃瓶なくなったんで積極的に麻痺瓶とか使っていきたいかな。やばい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 、麻痺瓶使おうと思ったら接撃瓶設置したわ。もう麻痺った。やっぱね麻痺が効くってね。ねもう小型モンスター消せ。麻痺瓶、麻痺がね効くってねサボから教えてもらってたんで、ガンガンやっていこうかなって思ってます。この砂漠のさヤバくない、小型ひるみ軽減つければさ大丈夫なのかな。今回つけてないんですよね。まあマルチでやるときはつけた方がいいかなとは思いますけど、今回一人なんでつけてないです。お、もうやった、早い。どうだろう、そろそろ倒したいな。よし、ここ押し切ろう。ナイス。俺の見えないとこに何やってんの、俺も入れて。よーし、どうだろう、まあまあ良さそうな感じはしましたよ。タイムは3分18秒、もう少しで2分台ってことだよね。このね、私あんまり上手ではないんですけど、そういう人でもね簡単に倒すことができるこの弓の装備おさらいをします。装備のおさらいをしますか。こちらになっております。で、発動するスキルはこちらです。いやー、よかったんじゃないかな、使いやすい。ちょっとね、私かあんまり上手くない上に貫通弓が慣れてないんで、ちょっとね手こずった場面は多く見られたんじゃないかなと思うんですけど、まあ快適に倒すことができて、このくしゃ弓の良さも引き出せることができたんじゃないかなと思います。ではね、今回はここまでです。見ていただきありがとうございます。